8人制サッカー241フォーメーション。今回は241フォーメーションのラストです。241フォーメーションをまとめると次のようになります。サイドのミッドフィルダーに実力者を持ってくること、そしてサイドのミッドフィルダーに必要なことは運動量、1対1の強さ、正確なクロスキックができること。ピッチ中央のミッドフィルダーは協調性があり連携プレーが得意であること。センターバックに求められるのはスピード、そして横のカバーリングができること。フォワードに求められるのはカウンター攻撃の時に攻撃の起点になれること、そしてヘディングに強いこと、あとサイドからのクロスキックに対して得点できること。これはサイドに実力者を配置しているのでサイドからクロスが多くなることを想定します。チーム全体に関しては守備の時に両サイドのスペースを埋めるためにチームが連動して動く必要があるので全体的にそういった戦術理解ができることが必要になります。攻撃時のリスクマネジメントについて、241フォーメーションの攻撃の時のリスクマネジメント。241フォーメーションはサイド攻撃が強力なシステムです。そのためゴール前にクロスボールが入ってくることを前提としてそのボールをうまく拾う仕組み作りが重要です。基本的には中盤のミッドフィルダー2人がピッチの半分を担当しこぼれ球を拾うようにすればいいでしょう。どちらかが攻撃に参加した場合残った中盤のミッドフィルダーは中盤のスペースを埋めカウンター攻撃の対策を行います。もし中盤の2人が攻撃に参加したら攻撃していないサイドのミッドフィルダーが中に絞って後方のスペースをケアします。241フォーメーションのストロングポイント、強み。241フォーメーションは331フォーメーションに勝つためのシステムです。別の動画で詳しく解説しますが、ゴールキーパーを含めて高いレベルでボールキープできるなら241フォーメーションで331フォーメーションを崩すことができます。241フォーメーションのウィークポイント、弱み。サイドが強みであると同時に弱みにもなります。それはサイドに1人しかいないということです。優れたサイド選手ならサイドを攻略できますがバテて体力が落ちてくると一気にサイドを押し込まれてしまいあっという間にゲーム展開が変わってしまいます。だからサイドの選手に誰を選ぶかがすごく重要になります。241フォーメーションはもともと変化系として存在しているのでここでは変化系から標準仕様に戻すパターンを紹介します。ゲーム展開に安定を求めたかったら中盤のミッドフィルダー2選手のうちどちらかをセンターバックに下げてセンターバックをサイドバックに広げることで 3-3-1 フォーメーションを採用しましょう。縦横の関係性がはっきりすることで守備の時の役割分担がはっきりし明確な判断が下せるようになるでしょう。また守備的に試合に入りたい場合は次の章で紹介する 4-2-1 フォーメーションでスタートしても良いかもしれません。指導の注意点、まず 3-3-1 フォーメーションのゾーンディフェンスをマスターすること、その中で各選手が2つ以上のポジションをこなせるようになること、センターバックとサイドバック、サイドバックとサイドハーフ、ボランチとサイドハーフの組み合わせで学習させるのがベストです。これに適応できる選手を見極めたらその中からまずはサイドプレイヤーを2人ピックアップします。この選手たちはチーム1、2を争う実力者であるのが望ましいです。実力者の意味はフィジカルに優れキックも安定し1対1で他を圧倒し攻守に試合を決定づける仕事ができるということです。まあ全部は無理でもフィジカルと1対1の強さだけは優先してください。ミッドフィルダーセンターバックのコンビにはタイプの違う選手を選ぶと面白いと思います。互いを助け合うコミュニケーションを取るように促しましょう。チームを見渡した時に241フォーメーションに適した人材が揃っているようならそれだけで5割は成功したようなものです。攻撃はそのままの形でとても強力ですし守備は 3-3-1 フォーメーションを参考にしてみっちりゾーンディフェンス練習を繰り返すだけです。守備時にサイドで入れ替わる選手の役割についてはなかなか一朝一夕には覚えられないと思います。多分大人でも相当理解度の高い集団でないと無理です。ですから焦らず劇を飛ばさず失敗を経験させてなぜ失敗したか考えさせて選手自身に修正を促す方法でもいいかもしれません。普通にやったら絶対に穴をつかれて失敗しますから、その際問題は
試合に出ていない選手には学習の機会が与えられないという点です。241フォーメーションは特殊なシステムなので、ある程度メンバーを固定しないと結果が持続的に出てきません。その意味でも、スタメンとベンチメンバーの戦術理解度の差をどのように埋めるかが最大の課題となりそうです。今回はここまでとします。いかがでしたか ?241 フォーメーション、331フォーメーションに勝てるシステムなので、ぜひ挑戦してみてください。